こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの野戸山です。今回はスーパーで売っている野菜の良い野菜の見分け方をご紹介していきます。今回ご紹介するのは、ブロッコリーです。ここにですね、2つ用意しました。良いブロッコリーと、悪いブロッコリーです。この見分け方をご紹介していきます。まず見ていただきたいのは、こう見ていただくと分かるんですけれども、色の違いです。色の違いでですね、こちらの方が緑色で、綺麗ですが、こちらはちょっと黄色くかかっています。黄色くなるというのは、これから花が咲いていくということで、ちょっとこれはもう花が咲く寸前のブロッコリーということです。もう一つ見ていただきたいのは、こう横にして見ていただくとですね、このブロッコリーの盛り上がりですね、この盛り上がりが盛り上がってる方が、美味しいブロッコリーです。そしてですね、この芽の詰まりも見てください。芽の詰まりがいいのが、美味しいブロッコリーです。まああとですね、ブロッコリーっていうのはこういう小さいブロッコリーの塊なんですね。よく見ていただくと、ブロッコリーはこういうふうな形で、一つ一つ出てます。これがですね、一周密集してた方が、美味しいブロッコリーになります。ちょっと開いてきますと、この横に開いてくるんですね、茎がね。そうすると中がこう蜜じゃなくなってきて、こう開いてきちゃうんです。そこら辺も見分けるポイントになると思います。そしてですね、最後にですね、こう横にしてください。横にして見ていただくと、こういうふうにですね、茎がスーパーで売られてた葉っぱがついてないんですけれども、この茎を見ながら葉っぱの月を想像していただきたいんですけど、この茎がブロッコリーのつぼみをこう包み隠して保護するような形でこう生えてますね。この保護されてるという形が、すごいいい状態のブロッコリーなんですね。悪い例を見ていただきますと、このようにブロッコリーの茎がこう開いてですね、もうこの実を守ってるっていう状態じゃなくなってます。ですからこちらの方がちょっと新鮮さが失われているということですね。こういう形でブロッコリーを見分けるといいと思います。はい、ということで今回は、スーパーで売ってる良いブロッコリーの見分け方をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。これをご参考に、買っていただけると嬉しいと思います。菜園アドバイザーの野戸山でした。ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。さようなら。バイバイ。